はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、虎視眈々と狙いたいですね、あの天馬川候補の、銘柄ですね、銘柄コード9246プロジェクトカンパニーをご紹介していきたいと思います。はい、こちらの会社ですね、戦略コンサル会社という形で、特に DX 系、非常に強い会社です。はい、時価総額165億という形で小さめではあるんですけども、直近5年ですね、売上高がもう 1.5 倍以上のスピードで今成長し続けているっていうところで、今後この銘柄跳ねると思ってますと。はい、で今株価の状況といたしましては、コロナ中ですかね、7500円という非常に高値のところを更新してまして、そこから今ずっと下落してきていまして、今価格でいうとですね、2868円ですかね。はい、直近で、7月18日時点で 7月14日ですね、14日金曜日時点で、2868円とかですね、もう結構下がってきてるんですよね。はい、その高値7500円からもずーっと今下落中になっておりまして、今も移動平均線が全部真下ですかね。はい、下向き方向なので、19という観点だとも完全に売り圧力が強い状況にはなるんですけども、非常にですね、特筆すべきところもありまして、1点目は冒頭で申し上げた売上がずっと成長し続けている点ですね。で、2点目がですね、ストック収益の高さですね。はい、このプロジェクトカンパニーなんですけども、コンサル会社という形で、非常に大手の企業さんが多いですと。はい、具体的に申し上げますと、 SBI グループだったりだとか、 NTT データ、あとは賃貸保証会社のエイブルですかね、あとドコモ、あと日経だとかっていう形で、あとフリーとかも、あとシフトもですかね。はい、という形で結構大手の会社さん、上場してる大手の会社さん含めて、特定の業界によらずですね、はい、IT 系、通信系、金融系という形で、多岐にわたる業界の方で幅広く大きな会社さんと取引している会社、取引実績がありますと。で、そのストック売上の比率っていうのが9割なんですけども、これは6ヶ月以上連続受注して、獲得したクライアントからの売上っていうのを指しています。はい、なので、大手から一度受注してから、ずっとですかね、はい、6ヶ月以上の連続受注っていうところを達成してきているっていうところで、引き合いにはなっているっていうところが、ここら辺伺えるかと思いますと。で、さらに売上高の推移とかも見てみましても、有価証券報告書ですかね。はい、見ていくと、2018年がだいたい 3.9 億の売上ですね。で、2019年が 6.6 億。はい、倍ぐらい増えましたね。で、2020年が11億。これもまた倍ぐらい増えてますね。で、2021年が21億。これもまた倍ぐらい増えてますね。で、2022年が35億。はい、1.5 倍ぐらい増えている。で、さらにですね、来期2023年の売上高予想っていうところがですね、74億という形で、これは 71.6% ですかね。はい、増える見込みだっていう形で、この YO1 ですかね、売上高比率、売上の成長率っていうところが、毎年 1.5 倍以上成長しているっていうところで、これはですね、時価総額も 1.5 倍っていうのが増え続けるんじゃないかなっていうのが、はい、見て取れるかなと思います。しかも DX なので、結構引き合いにはなっているっていうところですかね。で、大体3年ぐらいこの 1.5 倍ずっと続けば、売上も 3.3 倍ぐらいになりますので、はい、この調子で成長していけば天馬川も夢じゃないんじゃないかなっていうところですね。はい、で、コンサル会社なので、重要なところというと人ですかね、はい、のところを見ていきますと、従業員数とかもですね、しっかり増えてきているよっていうところで、はい、16人、2018年が16人だったんですけども、そこから1年ごとに27人、40人、64人、110人っていう形で、いい調子に人も増えてきていますと。はい、っていう形にはなってますね。はい、というところで、DX 系に強いこの、プロジェクトカンパニーなんですけども、非常に高い成長性っていうところと、あと大手企業からの、連続受注っていうところで、DX っていうのはですね、風吹いてますので、はい、引き合いかなっていうところを見ると、このプロジェクトカンパニーちょっと狙っていきたいなっていうのが個人的なところです。
はい。で、ファンダメンタルズの他の指標でいきますと、PR が20.7倍ですね。はい。全然高い感じはしないですかね。はい。グロースの中では、まあ、むしろ安いぐらい、割安なぐらい。はい、結構売られてきているっていうところがあります。で、ROE が23%っていう形で、営業利益率も20%、まあ、15%から20%近くありますので、非常に利益率も高め。はい、で、財務状況も69.1%自己資本率がございますので、まあ、財務的な懸念もなしな状況でも売上伸ばしてきているっていう形になってますと。配当はないですかね。はい。で、まあ、唯一、やっぱ懸念っていうところは、この株価の下落ですかね。もう2022年11月からずっと今下落してきていまして、移動平均線もずっと下向いてますので、まあ、ちょっとこうどこで買うかっていうのが非常に難しいタイミングですね。決算短信とか見ましても、まあ、今期からですかね、連結になりましたので、はい。連結会社とかも増えてきたっていうところで、単純に昨年との比較はできないんですけども、まあ、個別の単体だけで見ると、売上も先ほど申し上げた通り、ちょっと伸び率。はい。21億から35億で1.5倍っていう形で、昨年は2倍ぐらいですかね。ずっと増え続けてたんですけども、ここが1.5倍っていう形で、やや下がったっていう実績があるので、まあそういう意味で、株価自体は下落してきているのかなと思います。まあただ、来期の方は、まあ、1.7倍ぐらいですかね、増える見込みにはなりますので、まあその成長率っていうところは、下げ止まり、としまして、まあ、むしろちょっと今反転してるぐらいにはなってるので、まあ、ちょっとそこに期待もしたいっていうのと、まあ、あと単純に、業績非常にいい感じで伸びてはいますので、どこかでは株価見直されるかなっていうところで反転に、私としては期待をしています。まあ、ただこれタイミングが本当に難しいので、直近決算短信5月の14かな。ちょっとお待ちくださいね。直近1区の決算出してきてまして、ここですね。はい、5月の15かに1区の決算出てきてまして、売上高で言うと14億。はい、第1クォーターでまあ叩き出してきています。で、売上予想は74億という形で、まあ、進捗率はちょっと小さめですけども、はい、まあ、どんどん2クォーター、3クォーターにかけて、売上が伸びていく見込みなんではないかなというふうに読んでますと。で、次の決算が大体3ヶ月後の8月の中旬にはなりますので、まあ、1ヶ月後ぐらいですかねっていうところで、まあ、そこの第2クォーターの決算で、まあ、どれだけ売上伸びてきているかっていうところは、確認してから、いい、まあ、株価がそれで上昇すればですね、結構取れ点する可能性も高いのかなと思います。まあ、なぜならばずっと、まあ、RSI ですかね。短期的に買われすぎ、売られすぎを表す指標、RSI も30%近くで、ずっともう結構売られすぎの指標っていうところを、地べた這いずってると言いますか、30%近くっていうところをキープしてから、まあ、売られすぎの状態で株価も下落しておりますし、まあ、一方で言うと、実績の数字で言うと、結構力強い実績、過去叩き出してきてますので、まあ、第2クォーターで決算が出たら、まあ、それが材料で、はい、株価反転するんじゃないかなというところを見ています。はい、という形で、簡単ではありますけども、最近注目している、小型株、まあ、グロース銘柄というところで、天馬川コンフのプロジェクトカンパニーご紹介させていただきました。以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。